ソシオニクス。ソシオニクス。このチャンネルではソシオニクスを紹介させていただくときは、はい、いざよいブログ、うん、めまいさんの、許可を得て、はい、そのブログから紹介させていただいております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日紹介させていただくのがソシオニクスの中にですね、4つのグループに分けることがある、はい、クワドラというのがあって、うん、この体調のタイプである ILE は、うんうん、SEI、はい、ESE、うん、LII、うん、と並んで、うん、アルファクワドラというタイプに分かれますと。でこのアルファクワドラというのは、うん、楽しみのためにアイデアを話し合うのが好きなグループです、うん、とありますね、はい、で、このソシオニクスのアルファクワドラとは、うん、楽しみのためにアイデアを話し合うのが好きなグループで、うんうん、知的好奇心を満たしたりワイワイ遊んだりするための仲間を必要としますと、うんうん、ではこのアルファクワドラの目標、アルファクワドラの目標は一言で言えば新しいものを作って流行らせることだと、うんうん、例えば研究者なら新規性のある研究をしたい、経営者なら誰もやっていない事業を起こしたい、うんうん、そんな風に新しさを追求し、うん、広めていこうとしますと。例えばそれが料理家なら、はい、みんなが笑顔になれるような新しいスイーツを作るぞって思うかもしれないと、うんうん、ちなみにこの創始者の方も、うん、アルファクワドラの ILE だったと、うん、なるほど。なのでこのソシオニクス研究者にもアルファクワドラが多いそうですね、うんうん、でこのアルファクワドラの価値観、はい、価値観は、アイデアを話し合いたい、うん、みんなでアイデアを話し合うのが大好きだと、うんうん、1、自らの実際の利益よりは、うん、知的刺激や楽しみの源泉として高度な理論上の概念について話し合いがちである、うん、1、論理的に一貫した信念やアイデア、うん、個人の価値観と一致する振る舞いに価値を見る、うん、1、基本的に集団活動を通じて自分のアイデアを成し遂げる、うん、とあって、最新の科学の知見や複雑な理論、うん、あるいは自分の考えをあれこれとシェアしたがる、うん、非現実的であっても自分の信念や価値観にフィットするようなアイデアが好きですと、うん、叶えたいアイデアが見つかれば仲間を誘って一緒に達成しようとするでしょうと、うん、なるほど。なのでアルファクワドラは将来の大きな利益のために我慢だ、うん、なんて言われて、うん、新しいアイデアを追いかけたり試したりするのが許されない環境は苦手だ、うんうんうん、なるほど。意味がないじゃんじゃないんですね。意味がないかどうか分かんないじゃないですかっていうところなんでしょうね。と思ってないことですからね、はいはいはい、これやったら絶対面白いことになるよって思ってるけど、意味ないじゃんじゃなくてそんなことよりもこれやろうよみたいなことを言われるとやる気をなくすんですよね。とかなんかその利益がないじゃんとか利益がないかどうかは分かんないです利益が全くないって分かったら多分、はいはい、興味ないかもしれないけど、はい、もしかしたら利益がすごいことになるかもしれないじゃんみたいなのは思ってる。なるほど、うん、これやったら面白そうじゃんみたいな、面白いことになるかもしれないっていうのが、将来の大きな利益のために我慢だ、うん、って言われて、うん、今楽しいことをやめてって言われるのが嫌だ。今楽しいことっていうか、まあ、それも将来の大きなものなんですもん、感覚的には。はい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 、これやったら将来面白いこと、まあ可能性ですよ。だからダメな可能性もあるけど、はい、って話ですよね。でアルファクワドラの価値観、うん、1、長いこと関わったり維持したりしなければならない投資はあまりしない、うん、最小限の関わりで確実に元が取れる短期的な投資を好むと、人生に関する直接的なアドバイスを受けたがらず
自分で経験したり学んだりするのを好む、うん、こうしたアドバイスを与える人は野暮だと思うと、うん、まあ大きなお世話だったりしますけどね。まあ多分そうですよ。でまあアドバイスを受けたとしても、はい、じゃあ試しに一回やってみるです。経験してみる、経験してみないとアドバイスだけでは判断できないみたいな。大きな利益なんぞのために、うん、自分の自由な探求を邪魔されてたまるかって思うと、うん、なのでこの LII、うん、仲間の LII が言うには、うん、お金を増やすのは目的にはならない、うん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 、わかります。なるほど、うん、僕はどうしてもなんかその実際的なもの実際的なものも多分極端な言ってれば言ってることはおっしゃってることはわかります。はい、はいはい、ただなんか私が見ている景色と違うんだろうなと思って、うんうんうん、まあでもおっしゃってることは分かります、はいはい、し何て言うんだろう、可能性に挑戦してることが楽しいみたいな話です、うんうん、でおっしゃってるその、うん、これがお金になるかもしれないじゃん、もう、うん、もう分かる、分かる、全然分かる、うんうん、でこの人たちは、うん、ワイワイ楽しみたいと、うん、明るい雰囲気でワイワイ楽しむのも好きだと、うん、価値観、はい、五感を満足させる雰囲気の中で明るい感情表現を自由に交わし合うようなグループに参加するのを楽しむ傾向があると。すぐに核心へ飛ぶよりも出来事が起こった時系列に沿って詳細に語りがちだと、うん、ささやかなおもてなしや贈り物をすることで人に対する愛情を表現しがちだ。祝日やパーティーやお祝い事のような特別なイベントの時のポジティブな雰囲気にいると元気が湧いてくると。たとえ表面的でも褒め言葉や楽しいジョークが飛び交う明るい雰囲気が好きで、友達や恋人、家族や誕生日やクリスマスなども盛大に祝いたがる。普段の日常も大事にしていて何が起こったかも細かく覚えている。なのでちょっとした気遣いが嬉しいと思うと、うん、ママの誕生日大きなレストランでお祝いしたよって ESFJ が言ってますね、うん、あ ESE が言ってますね、はい。このためアルファクワドラは、うん、たとえ自分の不満を飲み込むことになっても、うん、良い雰囲気の方を優先する、うんうん、で価値観、グループ内で特に対立が生じかねない時には、うん、私的な人間関係に対する不快で物議を醸す話し合いは避けたがる、うん、過去に他人から受けた小さな悪事は水に流そうとし、うん、和解と友好的な雰囲気の方を優先しがちであると、うん、なのでこの喧嘩が起こったりシーンとした嫌な雰囲気になったりするのが、うん、嫌で面倒くさくないと思ってると、うん、ああまあそれはありますよ。なるほど、うんうん、僕は面倒くさいと思ってても出ちゃうからしょうがないじゃんって。面倒くさいの方が強いんじゃないですか。面倒くさいが出ちゃうなるほど、うん、それあの苛立ちとかもあるんですよ。はい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 。だけど面倒くさいの方が出ちゃうみたいな。なるほど。その力バランスじゃないですか。なるほど。でアルファクワドラの恋愛観にも特徴があって、うん、アルファクワドラに属するタイプは恋愛面では表面的だろうが不和のない明るい関係を好みます。不満はお互いの歩み寄りによって解消とし根に持ちませんと。またアルファクワドラは熟慮型という傾向がありますと。ではこのアルファクワドラの恋愛についてというのがあるんですけど、はい、アルファクワドラの恋愛のモットーは、うん、考えて楽しむだと、はい、アルファクワドラは中身がない人と思われかねないような、はい、一般的な態度を取ることによって問題なく楽しい人間関係を築こうとするのが特徴だと。中身がない人と思われかねないような、うん、一般的な態度を取ることによって問題なく
楽しい人間関係を築こうとする、うんうんうん、ベタベタしないということなんですかね。多分深いことを言わない、まあ、トラブルになりたくないからみたいな、うん、なるほど、まあ、表面的に合わせるみたいな。なんか自分がなんかこの ESFJ、うん、ESE じゃないかっていうのもあるので、うんはいはい、なんかこれはなんか、うんうん、しっくりは来てるんですね。なんかこうなんか合わせにいくと中身がないように見えるじゃないですか、うん、そうですよね。だけど、まあ、でもそれでも合わせにいく方を選ぶよっていう、はいはい、って言われがちですよね、うん、確かに。欲求はお互いに歩み寄ることで満たされ、うん、不安はすぐに忘れると、うん、ユーモアと性的な刺激への感受性があることを尊ぶ、うん、明るくてポジティブで情緒的な経験の中で興味を分かち合いながら、うん、二人の絆を強いものにしていくと、はい、性的な関係においては自由で開放的であることを重視する、うん、セックスは理想を追求し強烈なものにしようとする、うん、言葉での刺激にはそんなに敏感ではないが、うん、触れられたり撫でられたりすることには敏感であるのが特徴ですと、うん、楽しいことをしたりふざけたり美味しいものを食べたりすることで元気になる、うん、でこのアルファクワドラの恋愛、アルファクワドラのセックスは、うん、優しく触れたり撫でられたりすることでが特徴だと、うん、SEI と ILE はまるで相手の抱擁に溶けていくかのように肌で愛する、うん、感覚型の SEI と ESE は、うん、優しく肌を撫でられるのが好きで、うん、しかし ESE の愛情表現はより情緒的で情熱的だと、うん、なぜなら ESE は相対関係、うん、あと双子の双と書く相対関係の LII を奮い立たせて積極的にさせなければならないからですと、うん、非合理型の ESI の方はというと、うん、クリエイティブで柔軟ですと、うん、直感型で思考型のLII と ILE は、うん、特に女性の場合最初はあまり積極的ではない、うん、LII と ILE の、共像関係、この鏡の像と書きます、うん、は共に直感型で思考型になるため、うん、感情に乏しくなる、うん、この ESE と SEI の共像関係は、うん、明るい感情や感覚があるが相手に対して不満が奥底に溜まっていることが多い、うん、一般に共像関係が結婚するとお互いにじわじわとノイローゼに乗っていきますと、 ESE は合理型であるため一層深刻で、非合理型の ESI、SEI は比較的影響を受けにくいとあります、